寺ラ義信12月20日から1964年8月13日は、日本の陸軍軍医中将、医師、日本初の衛星飛行機を作成したことで知られる。1882年、氏族の官方医、伊藤楽之助の次男として、鹿児島県日置郡日置村に生まれる。万5歳の時に、同じく氏族である、寺ラ清ー・の養子となり寺し家を継いだ。寺ラ家では、 医師が多数いたため、吉信も医師になることを望まれたが、吉信は監視や分泌を好み小説家を志向していた。鹿児島市中に進み、在学時に森鴎外の水末集の影響を受け地方新聞に小説の連載を持っていた。ジップの落之助から何としても医者になるよう命じられたため吉信は思い悩んでいたが、 一中の岩崎幸地下校長から、大外先生は大文豪であるとともに優れた医学者だ。君も一つそれに習ってやってみてはどうか。同じ陸軍軍医学校長の椅子に座るよう努力すべし。と今しめられ、吉信は決心して、第七高等学校第三部を経て、京都帝国大学医学部へと進み、大外に習って軍医を志願した。1910年に同校を卒業し、 陸軍見習い一貫となった。1917年から飛行機による傷病兵の輸送についての研究を開始した。この頃、王外と初めて面会している。陸軍軍務局に着任すると吉野部は航空医学研究並びに衛星飛行機の必要性を唱えた。王外の後押しもあり、1918年8月にフランス、イタリア等の欧州へ留学した。 留学先のフランスでは、フランス軍の航空機による患者搬送の悟しみを得、イタリアでは、モンテローザ高層科学研究所で勤務し、航空の血圧に及ぼす影響並びに飛行者の筋角についての博士論文を仕上げた。1920年帰国し、富士山町に高層科学研究所を設立しさらなる研究を続け、航空医学に関する70余りの論文を、 発表した。翌1921年に医学博士号を授与された。1924年、度重なる吉野部の醸造により、第一次世界大戦敗戦国のドイツから接収されたユンカース JF-6 旅客機を用いた衛星飛行機の実施策が陸軍航空本部技術部から命ぜられた。この機の改装は、所沢陸軍飛行場で行われた。 資金面から窮地に立たされたが、山田和夫を名乗る人物や後藤新兵により、不足分が賄われ、1925年10月に日本初となる衛星飛行機を完成させた。衛星飛行機はその頃としては、進歩的な金属製単葉機で、操縦席、副操縦席並びに軍医と看護兵用の座席、軽症者用、座席三脚、ジュラルミンの寝台一機 応急用医療箱を設置していた。翌年、所沢から立川までの試験飛行が実施され、後藤新兵を含む要人から賞賛を浴び新聞の一面を飾った。1931年、吉信はユンカー姿が旧式となっていたため新たな衛星飛行機の作成を申し出、軍用飛行機を優先して作成すべしという反対意見を押し切り、ドイツ製大型旅客機、 ドルニエメルクール機の改造による衛星飛行機の作成に着手した。国民の寄付からなる学術奨励金により1932年1月に大型衛星飛行機、愛国2号を完成させた。愛国2号は、軍医座席1脚、軽症者用、座席5脚、寝台2機、調材室、薬品棚、輸血溶剤、酸素吸入装置、温湯飲料供給機、 消毒用滅菌水タンク、便所などを備え、暖房設備、完全防音装置、お物投下装置なども設置された。同年、愛国二号は、満州事変中の満州の関東軍に送られ多くの負傷兵を法天から内地まで運んだ。当機の優秀性が伝達されて、衛星飛行機の需要が喚起され、中島製作所の小型衛星飛行機、 愛国40号の開発を促した。事変中の2年余りで7機の衛星飛行機が満州へ送られ、合計1512名の傷病軍人を運んでいる。衛星飛行機は1940年までに33機が作成された。1933年軍以下となる。1936年の2.26事件では部下の見習い軍医3名が反乱軍に連れ出された。 吉信は、首謀者の安藤照造隊や栗原康秀中尉の、元へ赴き見習い軍医の返還を断判し2月29日に3名とも、現代に取り戻した。同年8月、陸軍軍医学校長に就任し、12月には、陸軍軍医総管陸軍軍医中将に、解消となった。1939年退官し、予備役編入された。 1940年4月に、君一等旭日大受賞を受賞した。同年、満州下こ国の下期核医科大学へ校長として、赴任し、終戦間際に帰国した。戦後、馴染みのある、所沢陸軍飛行場の近くの埼玉県、武蔵町で開業し、内科、小2会となり、日本維持新報へ、たびたび寄港した。 1964年夏に体調を崩し2週間後の8月13日に没した。母大寺は若くして亡くなった妻よ。子が眠る小石川伝通院。寺氏義信と小泉佳彦。ありがとうございます。